死者行方不明合わせて150名、各地に甚大な被害をもたらしたチリ地震津波が表日本一帯を洗ってからすでに10日間が経ちました。損害は水産関係だけでも150億円に上っています。5000に余る船舶が破壊され、被害者のほとんどが沿岸漁業に生きる零細な漁民だったのです。中でも三陸一帯のリアス式海岸に発達した牡蠣の養殖は全滅という惨状、一瞬にして全財産を失ってしまいました。植え付けたばかりの種牡蠣まで流され、伊勢湾台風による立ち上がり資金も返せないまま借金はかさむ一方、来年の秋まで無収入というありさまです。沿岸では家の復旧を後回しにして、今流されたイカダの回収に当たっています。樽一つが1000円、来る日も来る日も足を棒にして自分のイカダを探し歩いているのです。津波が去った今も視力に乏しい人々はわずかに浜辺の狩猟でその日暮らし、こうして沿岸漁民の歴史はいつの世も日本の底辺に埋もれて、その生活は常に自然との戦いにあったようです。